皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは公立高校入試共通学の選抜が変わるというものです。この内容は2月27日の静岡新聞に掲載されていたものなので、発表は、教育委員会が発表したのはその以前だと思います。静岡県の高校入試一般選抜は2種類あります。学校採用枠と共通枠です。学校採用枠というのは各高校が独自に重視する観点を定めて、合格を出すものですね。例えばスポーツでサッカーの選手を取りたいとかね、バスケットボールの選手を取りたい、剣道の選手を取りたいとか、そういうことを優先して取りたいとか、それから学科への適性、これは例えば工業高校だったら、工業系に強い生徒を優先的に取りたいとか、総合学科だったら地元に貢献できる気持ちのあるそういう生徒を優先的に取りたいとか、こういうふうな選抜をしているんですね。これに対して共通学というのは、当日の学力検査と面接調査書で選抜する方法です。静岡県は3段階選抜になっていました。まず内申点で定員までを順番に並べて、その人たちは当日のテストの結果で約 75%、合格が決まります。それから漏れた人たちは第2段階選抜、第3段階選抜、このように回って合格不合格が決まっていくわけですね。これが変わります。これまではどこの学校もこの共通枠の選抜方法ほぼ同じだったんですけれど、これが学力検査と調査書の比重、これを学校ごとに決められるようになると、このように変わるそうです、ね、うちの学校は進学を重視したいから統一のテストの点の割合、これで、合格不合格を決めたいとか、いやいやうちの学校は調査書を重視にして合格不合格を出したいとか、このように比重を変えて各高校で、ね、選抜できるようになる。そうすると各高校の特色化につながって学校の特徴、これが分かりやすくなるんですね。これまでだと学校の説明を聞いても特に普通科なんですけれど、ここの学校とここの学校の違いって分かりづらかった、どこが違うんだろう、ね、分かりづらかった。それが分かりやすくなる、これは受験生にとって自分が行きたい学校を選びやすくなる、こういうことですよね。ですからこの変更って私は賛成です。ぜひ早くやってほしいと思うんですけれど、早ければ2026年度この入試から、適用されるらしいです。今回は公立高校の入試の共通枠の選抜方法が変わるというお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。